ワオキツネザルは、霊長メキツネザル科に分類される、霊長類。本種の実で、ワオキツネザル属を構成する。マダガスカル南部固有種体長38.5から45.5センチメートル。尾長56から62.4センチメートル。体重2.3から3.5キログラム。背面は、灰色で、腹や獅子は、明色で、先端は白い。 頭頂部や目の周囲、糞は黒っぽい。光彩は黄色。尾に白と黒の臨場の反紋が入り、和名の由来になっている。臨場版は白色12から13本、黒色13から14本で、尾の先端は黒い。ほっそりとした体型。他のキツネザル科の種と同じように後足は前肢より長く、足裏の皮膚は柔らかく、舐めし側のようである。 前肢の指は細長く、平たく鋭い爪がある。彼らはそれらを器用に使いこなす。講師の第二肢に鍵爪があるが、これは、グルーミングのために特化したものである。メスが議員系を有することが特徴である。俗名、リマーは、ラテン語で、幽霊、亡霊の意があるリマーズに由来する。種商名型は、ラテン語で、猫の意。以前は、 リマー族に茶色キツネザルなど複数の構成種も含まれていた。一方で本種は形態や染色体がジェントルキツネザル族に類似し、体色に性的苦手のある旧キ,キツネザル族の多種とは禁煙ではないとする説もあった。1988年に本種以外の種を茶色キツネザル族ユーリマーへ分割する説が提唱された。落葉樹林。 川辺林、東大草族や、リディエレア族からなる乾燥林、低木林などに生息する。アンディンギ茶山地では、標高2600メートルで見られることもある。樹上で採食を行うが、地表で活動することもある。3から25匹の群れを形成して生活するが、13から15匹の複数の死雄が含まれる群れを形成することが多い。 6から30ヘクタールの行動域内で活動し、行動圏は、産地と比較すると川辺林の方が狭く密度が高い、傾向がある。他の群れと縄張りが重複してしまうこともある。群れの階級は、私有別の順位が決められる。メスははっきりとした階級があるが、オスの階級は、不明瞭でよくランクが変わる。メスは、オスより優位で、再食時にオスを追い払うこともある。 オスは、群れの活動から離れる傾向があり、3年半ほどの周期で別の群れに移動する。メスとその子供に優位なオスが加わって、サブグループを形成する。中高生で、夜は、樹上で、数頭で固まって眠る。地上を歩くときは尾を高く上げ、樹上で食事する時などは下に垂れ下げる。また、尾は、仲間同士の視覚的コミュニケーションに用いられている。 オスは、手首の皮脂腺を木の枝などに直接擦りつけたり、尾に擦り付けた後に振りまいて、臭い漬けを行う。これは、果実がなる木の所有権を、主張や威嚇の意味があると考えられている。早朝に腹部を太陽へ向け日光浴を行う。愛知県犬山市の日本モンキーセンターのワオキツネザル、チは、同期に、ストーブに向かって、同じ行動をする。果実、花、 葉草本、昆虫、カメレオンなどを食べる。彼らは1日5 6トルもの距離を歩き回って食料を探す。繁殖様式は体制。4から5月に交尾を行う。メスの発情期間は4から10時間。妊娠期間は134から138日。主に8から9月に1回に1から3匹の幼獣を産む。生後2ヶ月で。 固形物を食べるようになり、生後5ヶ月で完全に離乳する。生後1年以内の新生児の死亡率は30から50%。オスは、生後2年半で、生成熟する。メスは、生後3年で初産を迎える個体が多いが、生後2年で出産した例もある。ワオキツネザルは短い爪を使って、縄張り争いの喧嘩をするが、戦うのは常に、メス同士である。 その様子は、ジャンプファイティングと呼ばれていて、子供を背負ったままジャンプして蹴り合うなど、生傷が絶えない、激しい戦いである。メスは、また当然のように、オスが食べているものを奪ったりする。マダガスカルの国獣に指定されている。生息地では、薪と呼称される。牧場用の野焼き、下宝木木谷用の森林伐採などによる、生息地の破壊。 食用やペット用の採集、干ばつなどにより生息数は減少している。ありがとうございます。